飛行機に乗るにはあそこのゲートをくぐるんだね。今から飛行機に乗るための検査をするよ。あれ、あの係員さんたち何してるんだろう。あの人たちは危険なものが飛行機に持ち込まれないようにここで安全を守っているんだ。安心して飛行機に乗れるのもあの係員さんたちがいるからなんだよ。搭乗券の飛行機マークを光っている丸の中に当てて、できた。カッターなどの危険物やお飲み物はお持ちではございませんか？飲み物があります。では荷物から取り出して機械に通しますね。なるほど、飲み物は出しておくんだね。自分の番が来たら一人で金属探知機を通ろう。検査の時はカゴの中に荷物や上着を入れてね。もしピーッと音が鳴ったらもう一度検査をするよ。ポケットの中に何か入っていますか？あ、携帯電話だ。では金属探知機をもう一度取ってください。今度は鳴らなかったね。金属探知機を通るときはポケットに何も入れないでおこう。カッターナイフをお持ちのようなのでこちらで確認させていただきます。あ、工作で使うと思って持ってきちゃいました。カッターナイフは危険物になります。飛行機にお乗せすることができません。お荷物としてお預けいただくか、こちらで捨てていただくか、どちらになさいますか？到着まで預けます。かしこまりました。いらっしゃいませ。次は搭乗口に向かうよ。搭乗口に着いたね。搭乗が始まる時間まではトイレに行ったり飲み物を買ったり決めておいたことをして待とう。搭乗開始の案内が始まったみたいだね。いよいよ飛行機に乗るよ。楽しみだな。自分の番が来たら機械の光っている丸の中に飛行機の絵が入るよう搭乗券をかざしてみよう。音が鳴ったら通れるよ。